現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。ナビゲーターの椎野家です。ファイナンシャルプランナー藤井です。はい、じゃあ本日もですね、こんなもう今、午後5時半なんですけど、はい、真っ暗ですね。真っ暗ですね。まあ、こんな季節になってまいりました。はい、もうそろそろ年末も近いと。そうですね。ということで、はい、皆さん慌ただしくなってきたんじゃないかなと思う今日この頃なんですけども、まあ、そんな中ですね、はい、今日のテーマを発表したいと思います。はい、今日のテーマは、インフレとデフレ、うん、ということですね。うんうん、これインフレデフレっていう言葉自体はよく聞くと思うんですけど、はい、実際どういう意味なのかっていうことと、うん、そうなったらどうなるのかっていうことがですね、なんか問題ではあるみたいなことは分かるんですね。あーはーはー、うん、ですね。なんかそんな感じですよね。うん、なインフレになったらどうやらこうやらとか、デフレになったらハイパーインフレとかってね、聞きますよね。はい、まあ、ベネズエラはそんな感じでしたよね、この前までね。あ、うん、あ、ギリシャとかもそうじゃないですか。ギリシャもハイパーインフレは起こったんでしたっけ。ギリシャも起こったのか。はい、うん、確かギリシャだったと思うんですけど、うん、なんかそんなことがありますよね。はい、はい、で、じゃあ、とどんつまり、うん、そのインフレとか、うん、デフレとか、うんうん、何なのかっていうことですね。なるほど。はい。ちょっと、藤井さんに聞きたいなと。なるほど。まあ、前も、なんか、ね、シリーズで言ったような気もしますけど、はい。まあ、インフレの説明がしやすいんでいいですか、インフレで。あ、インフレの方、じゃあ、お願いします。はい、ですね。僕、ナイススティックっていうパンが好きじゃないですか。初耳ですけど、そうですね。あの中学校の時から本当にすごく好きで、本当に当時は成長期ですから、はい、ナイススティックっていう、こう細長いねパンがあって、はい、で中にクリームが入って美味しい、ね、ボリュームミーで、はい、本当1日3本食べた時期があるんですよ。すごいですね。だから朝練終わってナイススティックでしょ、で給食終わってお腹一応ナイススティックで、で夕方、まあ、バスケしてたんで練習が終わって夕食までに帰る間にお腹減っちゃうからナイススティックで本当3本食べてて、当時92年とかぐらいだと思うんですけど、うん、その山崎パンさん価格だと88円だったんですね。で昔から美味しいんですよ。で今もそのナイススティックって普通に売れてって見たことはあると思うんですけど、たまにコンビニとかでも売れてるんですけど、ね、はい、なんかちょっとピンクのパッケージみたいな感じのね。わかります、わかります、うん、あれ定価だと118円になってるんですよ今。あ、そうなんですか。そうって言ったらね、今まあ、僕はこう中学生の時には1000円持ってったら 11.36 本買えたんですよ。はい、うん、もう細かい数字もあ、いつもセミナーで話すんで、これ。で、今、約20年ぐらい経ってますけど、はい、その、買うと 8.4 本しか買えないんですね。はい、あ、そう、消費税もつきますね。そうそうそう。そうかそうか。でも、昔と変わらず美味しいし、うん、内容量も一緒だし、うん、なんなら、そんなに長く売ってるから、ちょっと美味しくなってても良さそうじゃないですか。うんうんうん、まあでも、特段美味しくなった感はしないんですけど、うん、ただ、まあ容量も一緒で、味も一緒で、うん、でも、なぜか値段は上がってますよね。うん、確かに。でさ、1000円に対する価値が、ね、価格が上がると弱まってるじゃないですか。そうですね。うん、片や 8.4 本で片や 11.36 本だから、うん、そう、これが要はインフレってやつですね。はい、あ、要はだから物の値段が上がる、物価が上がるってことですか。いや、まあ物価上昇っていうのがインフレなんで、でパンでね、よくそのなんか社会の教科書とかでも、はい、その、ま、アフリカとかね、その中、南米とか、うん、なんか見たことないかな。ヨーロッパでも昔起こってるんですけど、なんかパン1個買うのに札束をこうリアカーをして1個買いに行ったみたいな。へ、昔教科書でそういうのがあって、あれパン1個買うのこんなにお金持っていくんだみたいな。うん、まあ、それはハイパーインフレっていうのが、まあ、国の信用がなくなって一気に物の値段がバーンと上がったりすることもあるんですね。で過去日本にもそういうことって起こってて、はい、その戦争ちょっと前ですけどね、はい、実際起こってたりしていて、そのまあでもその一般的なインフレっていうのは、要はこう、要は簡単に言うと iPhone
の前ってガラケーとかだったじゃないですか、はい、スマホの前とか。でスマホの前はそのガラケーで、ガラケーの前はピッチとかだったじゃないですか。ありましたね。ね、どんどんもの、あの、性能良くなっていきましたね。だから、資本主義経済下では、世の中を便利にするために、取引が行われていくわけですから、はい、それに応じて、物の値段も必ず上がっていくようになってるわけですよ。で、ここで皆さん考えてほしいのが、例えば2019年の10月に、はい、まあ、その、インフレという言い方はしないですけど、事実上インフレのね、大きなイベントが新宿さんありますよね。お、何でしたっけ？消費税の増税ですか？そうですよね。で 8% が 10% になるじゃないですか。はい。はい、で 2% 物の価格やサービスの価格が全部上がるじゃないですか。うん、これ価格上がってるじゃないですか。うん、まあ、インフレと一緒ですよね。うん、になった時にね、例えば100万円持ってて、来年もタンス、今も100万円をタンスに入れてて、じゃあ来年ね、インフレになった時に、そのタンスの中には1万円札は何枚ありますか？100枚。100枚ですよね。はい。じゃあ、その100万円でもって、ナイスティックが買える本数って、2018年と比べると、増えてますかね？減ってますかね？減ってますね。減ってますよね。はい。だから物価上昇って、これ、まさにこういうことなんですよ。そうなると、やっぱり、その、まあ、消費税なんてのは、もう、ちょっと特別なものなんで、あれですけど、少なくとも、預金をね、2% 以上で運用しておかないと、お金って減っていきますよね。うん。そうですね。このままだと、うん、はい、2% でできてますかっていう、まあでも銀行の預金しとくと金利があるじゃないですか、うん、まあ、2% ぐらいは増えるんじゃないか。まあ三文芝居ですか。普通預金ね 0.015 とかですよね。ええー、そんな感じなんですか。何百倍も違いますよね、そういう意味だとね。へえー、はい、意外に、ね、そこは気づかなかったりするわけですね。そうですね。もうちょっとしたら、その、面白いのがね、はい、もうちょっとしたら東京オリンピックが始まるじゃないですか。はいはいはい、で前回あったのって60年前なんですよ。うん、で中華そばって60年前からあって、おー、はい、中華そば。中華そばってね、はいはい、今、まあ、例えば僕らがいる地域とかで中華そばとかラーメンいっぱい食うと、はい、さんいくらぐらいですか？まあ、今で言ったらでも、もう800円とかしますよね。800円しますよね。はい、当時、東京で、ラーメン一杯食うの60円だったんですよ。はい、10分の1以下とか。そう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 。で時間が経てば、物の値段が上がってるじゃないですか。うん、ね。じゃ100倍美味しいかってそんなことないでしょ多分。うん、まあ、当時食ったことないから分かんないけど。そうですね。そうは絶対ないじゃないですか。うん、なるほど。だから、まあ、インフレもね、長い目で見ていくと考えなきゃいけないですし、まあ、よく、このポッドキャストでも何回か言ったことあると思うんですけど、30年後に使うみたいな。だから、60、自分が40歳とか30歳とかだとして、はい、なんか、60歳の時に年金みたいなの、ね、うん、保険入ってる人いるじゃないですか。はい、だからその60歳になったら支払いが終わって、そこから年金もらえるよみたいな、うん、になって、固定されてることがあるんですよ、年金額って。うん、だから50万かけ10回もらえるよみたいな。うんうんうん、トータル500万もらえるかもしれないけど、はい、でもそこってインフレ加味されてないですよね。なるほど。じゃあ物価高くなっても金額は同じと。だから、その、別にもらう人はね、そんなこと考えなければ、あ、本当に50万振り込まれたと思うんだけど、うん、でも30年後とか20年後に、今と同じ50万の価値あんのっていう。ことは、ちょっと立ち止まって考える必要があるかもしれないですよね。たまに夫婦で入ってる人がいるんでね。はい。確かに。うん、なるほどなぁ。そう。え、じゃあ逆に、まあ、インフレは物価上昇ってことは分かったんですけど、うんうん、デフレは？だから、物が安くなっていくイメージですよね。逆ってことですね。逆ですね。はい、例えば、過当競争としてちょっと何年か前に起こった牛丼の値下げ合戦だったじゃないですか。まあ消費者にとっては嬉しいけど、うん、結果的にあそこで雇用を喪失してたりとか、うん、無理な労働を強いたがゆえに、うん、大きな代償を払ってたりするわけですよね、うん、会社ってね、うん、だからそのデフレが起こると景気ってあんまり良くならないんですよね。ただ相対的に買えるものはたくさん買えるけど、でもその分、結果的に給料も下がっちゃうっていう可能性もあるから、やはり国としてはインフレ誘導。うん、だから安倍政権もね、ずっとこの何年もずっとインフレ 2%。
ですかね。インフレ定着 2% ずっと温度をとってますから。はい。なるほど。はい。ちょっとこれはかなり勉強になりますね。はい。ありがとうございます。はい。まあ、じゃあやっぱり、その、まあ、インフレを、これからの傾向としても、もちろんそういう方向があるんだとすると、そうね、まあ、何かしらの方法で、その、収入だったりとか所得っていうのは増やしていかないといけないっていうことですね。そうですね。考えとかないといけない。まあ、せめてやっぱね、今考えなきゃいけないのは、その全部が全部無理だけど、その資産のね、でも一部はやっぱ 2% 以上で回していかないと、どう考えたってお金減るでしょ。そうですね。確かに。はい。はぁ。わかりました。ちょっとこれはね、はい。また、そこら辺も解決できる方法があれば、富士さんが教えてくれるんだと思うんで、期待しながら、今回は、寝ようと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。本日の番組はいかがでしたか？番組では、フィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法は、スマートフォンで、FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると LINE にてご質問していただくことができます。今なら藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。